死体出ましたよと。ビート。あとレート。はい、ナイス、ナイス、ナイス。高田さん、ダイヤ磨き丁寧すぎじゃない？ダイヤ磨き俺結構時間かかっちゃうよ。そうかけるやん。びっくりした。6秒ぐらいやってたから。6秒？ 6 秒もないだろ今。目張った。解しました。あら、あー、よかった、よかった、さすがに死んでて。ちょろすけ死にありますか？左で見た。どの辺で見ました？コミサボ前に、コミサボ前で見た。コミサボ前、コミサボなる前に、コミサボ前で見た。そうコミサボなる前に、コミサボ前で見た。じゃあコミサボ付近じゃないですか。右から目が覚めてた。僕は確か、ありがとうございます。僕はあれから言ってるね、宿舎前から言ってるかな。そうですね、ダウンロードのところに、うん、だから宿舎前からエンジンコミュニケーション直しに行ってるんで、まあ僕がキルできるとしたらもうエンジンの右手が真ん中ぐらいしかないんじゃないぐらいかな。見てないチロップ見たっけな。見てないならメイン方向に抜けた。いや、宿舎前の方行ってたかな。いや、多分いないと思う。行ってないっす。最後、金庫室から慎太郎源が出て、二人ともミーティングに登ったぐらいで終わってるんで。あたさこと、源さんが、金庫の方に行くのは見てるんですよ、ダウンロードする前に。慎太郎さんもいました。うん。いや、その後誰か一人すれ違いませんでした？僕と。いや普通に宿舎前のダウンロードの前あたりで、俺がダウンロード開けた後に、下に行くタイミングで誰かが上に入っていくのと確かそれ多分ゲンですよ。私下から行ってるんで、エンジンの配線の後に金庫の、いや僕がそれダウンロードする前にゲンさんとイズさんが、畑迫が金庫に入っていくのを見て、うん、でダウンロードが終わった後にその後エンジンから宿舎に入っていく人がいたはず。一応最終位置でアーカイブに伊豆藤宮がいます。はい、で時系列的に、僕エンジン脇でメイン行ってエレキのパチをやって、その後メインの配線をやる直前にコミサボが鳴りました。でその配線やった後に、シャワーに入るとプテさんがいて、その奥に藤宮さんがいたんで、時系列的に藤宮さんとプテさんをほぼ弾ける。プテさんが切ってる場合はチェロさんがコミサボ中のエンジンメインシャワーの方向に来て最後に切られてるぐらいなんで、ほぼほぼ弾いてもらって大丈夫だと思ってます。うん、だからアルムが弾けるから、僕がダウンロード終わったタイミング、コミサボが鳴る直前ぐらいに、うん、エンジンから宿舎に入った人が出ないんだったら、それはチェロちゃんのかインポスターになるね、うん、もう浮いてるのって高田さんか麺屋さん。はい、ちょっと高田さんは見てます。左でアルマとキッチンのところで会ってる、うん、そのチェロスケを見た後にアルマと会ってる。アルマが多分コミサボに行ってる。はい、直してます、うん、僕が。ゲンさんと畑迫は見てない？チェロスケは見てないですね。見てないです。ゲンさんも見てないです、僕は。最後はおはい、おい、まあもう少し話したかったんで、うん、一応ね、慎太郎が宿舎前で湧いて、で金庫室に畑迫、慎太郎、源ぐらいの3人がいて、はい、多分畑さんが先に抜けて、
で、ゲンさんと僕が最後一緒に抜けるようにしてミーティングで終わってるんで、僕目線ゲンさんは無理で、ワンチャンハタさんがミーティングできるのはあるかもしれないってぐらい情報としては。宮さんがおっしゃったその影っていうのがチェロさんで、あの、うん、ミーティング方面に登ったっていうんだったら、まあギリ可能かなと思いますけど、結構隙間縫わないときついかなって思ってます。ミーティングに登ったかどうか分かんないんだけど、僕が、ダウンロード終わって下に降りたタイミングで誰かが上に行くのと確実にすれ違ってるんだよ、うん、始める前に2人が上に行き、終わった後に1人が上に行きっていうことで覚えてて、それが確か畑迫源さんが始まる前だったはずだから、うん、終わった後に行ってるのが出ないんだったら間違いなくチェロスケになるのかな。竹尾さんとかの証言とかも合わせると多分チェロスケなんじゃないかなって思ってる。鬼木と高田さんって見合ってます？あの僕が高田さんとすれ違った後って。いや見てない。全然見合ってない見合ってない。竹尾は知らない。そこのなんか場所を。あ、僕あの武器庫のダウンロードしてから小見サボの方に向かってるんで。あ、そうそうそう。だいぶ遅れて。いたいたいた。で、それがチェロスケなのであれば、チェロスケキルに関われないのは、僕目線で小見サボを直してたアルマと、そこにいた鬼木が無理かな。高田さんとアルマさん、コミサボ直してて、高田さんってどこでしたっけ、最終位置。これは最終位置、セキュリティです。高田さんが切る場合は、弁当しかないです。キッチン弁当。コミサボ前に、コミサボ前で見て、で、コミサボを直してないってことは、チェロさん、ほぼほぼエンジンメイン、またはエンジン宿舎の方に行ってると思ってて、うんうん、武器の方に行くと絶対死人が出るじゃないですか、今の状況って。うん、武器は 100% 来てないと思うんです、ね、うん。はい。なんで、どっちかで、絞った方がよくて、メイン方向やったらほんまに薄い線でプテさんがあるぐらい。だから宿舎だと思うよ。宿舎に行ってる人が出ない。ほぼほぼ宿舎方向なんで、そっちの方面で一番できそうな人を洗ってほしい。だから畑迫は慎太郎源のラインですね。うん、そうなるじゃない、宿舎前だったら。うん。ここが先に。ちなみにその、あ、ごめん、メア君が見たそのチェロちゃんらしき人物って何秒前ぐらい？何秒前っていうか、ボタンのダウンロード終わって。でコミュニケーション、ここですれ違ってね、コミュニケーションの中入ってアルマが直してるの見て、コックピットちょっと入って出てぐらいだから、結構10秒経ってないくらいじゃない、うん、ボタンの10秒前ぐらいってことじゃ 8から10ぐらい前だと思うけどな。一応僕はチェロちゃんを見た後にコックピットでリングフィットやって、コミサボ直してエンジンの配線取り掛かるくらいの時間はから結構時間は経った、うん、ただあれがチェロスケなんだったら、アルマとオニキは確実に Q には関わらないですね。うん。うん。なんかコミュが直らん。おお。よいしょ。アルマさん。にしたい。にしたい出ましたよと。マジか。PP でございます。え？高田慎太郎源さん待ってる終わりです。はい。え、7人いるよ。いや、僕竹尾さん最後切った。竹尾判定的に死んでる。大丈夫。イエーイ。あ、そうなの？うん、そうなんです。現時点竹尾さん生きてるけど本当に大丈夫なんですね。大丈夫大丈夫。竹尾さん死んでる。てか慎太郎の安心買うためにもうちょい待てよ、よかったな。クールどうだった？キルクールがね、高田さんが切った瞬間まだ溜まってなくて。そうだよね。ギリだったけど。いや、シェリフがいるかもしれないから。まだ誰に入れた？スキップに。あ、スキップに入れますけど、シェリフがいるかもしれないんで。お気をつけようと。シェリフ頑張れ。タスク終わらせるしかないの。まあいいか、お互いに早分けか。お互いに早起きで。何したの今の時間で。やばすぎだろ。え、どこで死んでたのこれ。シャワーで慎太郎の俺がダブルキルして。うわ、シャワーか。素晴らしい。お互い早起きで、ゲンさんには逃げてもらってくれな。はい。挟んでなかったんだ。今の時間で4キルはちょっと意外だった。おひゃー。なかったね。ちょっと急いじゃったんだ、最後。
とりあえず遅わき。とりあえず遅くわこう。買ったセリフじゃなくて。ああ、ナイス、ナイス。いやー、お見事でした。いやー、いいですね。あ、そうそう、おにきは一旦前に死んでるのか。じゃあ、プテ釣りで。オッケー、テハさんに入れます。いや、最後まで諦めずにスキップ入れるから。一人諦めてるけど。いやー、お見事、ね。お前、最後まで諦めずに戦えよ。もう辛いんだ。いやーよかった。いやお見事です。素晴らしい。いやー、新太郎来るなよ。すごい。上がっちゃったな、最初。いや、なんか、俺してあれやったんですけど、高田さんが切ったよなって確認しに行ったんですよ、僕、シャワー奥までレポートせずに。そのせいで、そう、そのせいで新太郎さんに切られちゃったんで。はい。いや、僕も最後、シャワー入ったんだけどな、上行っちゃったら奥っすよね、多分。奥。いやー、くそー。わかんないねー。やられちゃった。藤宮健が見つけに来てくれなかったよ、藤宮。いや、いっぱいいたから、まあ、大丈夫かな。こりゃ強えわ。強かった。いや、でも、早く待ってよかった。暴力だ。反意識、なんでさっきあんな高かったのに。そう。マジで。1分くらいしか経ってないんじゃないですか。でいや、本当に、うん、最速だと思います。最速だと思います。うん。いや、切って切って。いや、素晴らしい。はい、じゃあ、おめです。はい、お願いします。お願いします。お願いします。いやー、お見事でしたね。